魔女の家やってみるか。次から魔女の家やってみますわ。で、慣れて青鬼、本当は青鬼やろうと思ったんですけど、本当はね、今日やろうと思ったんです。私やろうと思ったんですけど、スイッチ版がなかったってことと、ブルーベリーみたいなあの顔が、なんか怖くはないんだよ、怖くはないんだけど、こう夢に出てきそうっていうか、すごい脳に残るっていうか、なんかちょっと気色悪いっていうか、なんかこう今日トイレに行けそうもなくなっちゃうっていうか、なんかそういう、ちょっと怖くないんですけど、ちょっと早いかなと思って、ちょっとだけ早い、24歳にはちょっと24歳児には早いなってちょっと思って、まずはちょっとスイッチでできる、なんか違うので心臓を温めようと思って、そういうことです。あ、ポンちゃんが怒って、すいません、怖いです、すいませんポンさん怖いです、はい、すいません、怖かったです、できません、青にできなくてごめんなさい、怖いんだもん、あれ顔すごい怖いんだよ、怖いんだよあれじゃあ分かんないかもしんない、なんかすごい夢に出てきそうなの、ちょっとなんか今年の夏までの目標にさせてください、ちょっとあれ、怖すぎる、顔が怖いです、そう、青鬼、そうなんだよな、謎解きがあるっていうのも知ってるし、なんかちょっとおもろいっていうのも聞いてんのね、やりたいんだよ、ずっとやりたいと思って、でもやらないって言ってきたゲームなの2023年夏までに頑張る、分かんないだろ、怖い側の気持ちが、もう分かんないんだよみんな、だって私温室育ちなわけ、めちゃくちゃ温室育ちで、本当にジェットコースターも乗ったことないし、もちろんなんだっけ、戦慄迷宮とか全然行ったことないし、ホラーゲーの類もやったことないし、なんかジェットコースターなんか心臓に負担がかかりそうなものをやってこなかったのね、わかる、心臓に負担がかかりそうじゃん、ジェットコースター、うわードキドキドキっつってでしょ、お化けもわあドキドキドキじゃん、そういうの24年間避けてきたから、今やったら死ぬと思う、発作で、心臓は持たないと思うんだけど、分かってくれる、あ、そうやろなんでそういうことや、死んじゃう、バイオ4より簡単、本当に簡単うんぬんじゃないんだよ、顔が怖い、顔が、風天を歩いた、風天はもう、だって風天も私今日死ぬかもしれないって思いながら泣きながらやったからね、あれ、高いところに登るアスレチックでしょ、死ぬ半分死を覚悟しながら私やってたから、泣きながら、でも人は閉じ込めたい、そうだよ、操作簡単、青鬼はだから夏までにやるんで頑張ります、はい、許してください、てかもう魔女の家も正直ちょっと、頑張ります、以上です、よろしくお願いします。